エクソシスターマルファやリタニアなどの追加カードによる大幅な強化やディメンションアトラクターを採用して相手の墓地利用をメタれる点などからマスターデュエル OCG ともに環境レベルで活躍しているエクソシスターデッキ。そのエクソシスターを利用して攻撃力10万の究極のエクシーズモンスターカオスイマジナリーナンバーズ無限虚構神ヌメロニアスヌメロニアを召喚する方法があると話題になっている。エクソシスターマルファの制約もあり不純物を極力排除する傾向にあったエクソシスターデッキだが、一体どのようにしてヌメロニアスヌメロニアを降臨させるのだろうか。まず第1のキーカードはエクソシスターズマニフィカだ。ランク4のエクソシスター2体でエクシーズ召喚でき、2回攻撃に加えフリーチェーンの対象に取らない除外効果を持ち、マニフィカとトラップカードを中心に戦うのがエクソシスターデッキの基本戦術といえる。そして第3の効果で相手が効果を発動した時にエクシーズ素材としているエクシーズモンスターをエクストラデッキに戻し、そのモンスターをマニフィカの上に重ねてエクシーズ召喚する効果を持つ。基本的にはエクシーズ素材としていたミカエリスを再度エクシーズ召喚し、マニフィカとミカエリスの効果で2枚を除外するために使用する効果なのだが、実は特殊召喚するエクシーズモンスターには特に縛りがなく、素材にさえできればどのようなエクシーズモンスターも基本的には召喚可能なので、マニフィカの素材指定はランク4のエクソシスターエクシーズモンスター限定なため、それ以外のモンスターは第3の効果では出せないように思えるが、それを突破するカードがゼアルフィールドのカードで、エクシーズモンスターが特殊召喚された場合にエクストラデッキ墓地から任意のエクシーズモンスター1体を選び、そのモンスターに重ねてエクシーズ素材とする効果を持つ。これによりマニフィカがエクシーズ召喚した際にゼアルフィールドの効果を使用し、任意のエクシーズモンスターをマニフィカに重ね、相手が効果を使用すればマニフィカの第3の効果で素材となっているエクシーズモンスターを特殊召喚というコンボが成立する。これによりほぼ全てのエクシーズモンスターをマニフィカ経由で出せるため、あの無限虚構神ヌメロニアスヌメロニアを降臨できるというわけで、しかし直接場に出しても攻撃力守備力がゼロで、攻撃を無効にしてライフを回復する効果しかないため、一旦はカオスナンバーズ戦無限巨神ヌメロニアスを召喚し、相手の効果で破壊されることで初めて攻撃力10万のヌメロニアスヌメロニアを降臨できる。相手依存な部分はあるが、エクソシスターはモンスターによる展開を妨害するのは得意な一方で、サンダーボルトやライトニングストームなど魔法による全体除去は苦手とするため、マニフィカにそれらが飛んできた際にチェーンでヌメロニアスを降臨し破壊させることで、攻撃力10万のヌメロニアスヌメロニアを降臨という流れに持っていきやすい点も相性がいいと言える。俺自身もヌメロンデッキでヌメロニアスヌメロニアの特殊勝利にチャレンジしたことはあるが、1形態前の無限巨神ヌメロニアスを出すのも一苦労であり、出しても破壊されるかは相手依存なため成功確率は極めて低かったのだが、普通のエクソシスターの展開にゼアルフィールドを1枚足すだけで無限巨神ヌメロニアスを出すまでは容易に達成できるため、画期的な進歩と言えるだろう。ゼアルフィールドはテラフォーミングをはじめ、ゼアルコンストラクションや希望をアストラルホープでサーチができ、特にアストラルホープはレベル4で場にエクシーズモンスターがいると特殊召喚可能と、エクソシスターマルファを使えなくはなるが、ランク4、2体を並べてマニフィカにつなげながらゼアルフィールドをサーチできるため相性がいい。さらにヌメロニアスヌメロニアだけでなく、マニフィカとゼアルフィールドを経由すればほぼ全てのエクシーズモンスターを出せるため、エクシーズモンスターを素材にエクシーズ召喚すると全体除去プラスバーンに加え3回攻撃が可能な覇王黒竜オットアイズリベリオンドラゴンや、エクシーズ召喚した際に他のカードの効果を全て無効にし発動も許さない DDD 創業王カリーガなども強力で、さらに先行でマニフィカを出した場合は次のターンにマニフィカ経由で召喚したエクシーズモンスターもゼアルフィールドでさらに任意のエクシーズモンスターを素材に追加できるため、効果を2回発動できるネガロギアアーゼウスを召喚できたり、非常に手間がかかる高ランクのナンバーズであっても容易に出せるため、重症なエクシーズモンスターへの特効薬としての活躍も期待できるね。エクソシスターの名の通り、今までは救いようがなかったエクシーズモンスターへの救済として様々な活躍ができそうなエクソシスターマニフィカとゼアルフィールドのコンボ、普通のエクソシスターにヌメロニアスを混ぜて全体除去ケアといった実用性がありそうな動きも可能なため、
デュエリスト諸君はお気に入りのエクシーズモンスターをエクソシスターデッキに入れて楽しんでみてはいかがだろうか。というわけで俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。